どうも、シアレス大阪店、原井です。見てください。今日、6型のハイエースですね。帰ってきまして、はい。今から LED 打ち替えの方をやっていこうと思ってますんで。LED 打ち替え。これあれですよね、はい、ステアリングスイッチが増えたやつですよね。はい。一応ね、今点灯させてるんですけど、はい、ちょっと分かりにくいですけども、こんな感じになりますね。はい、まあ、プッシュスタートとかですね、こんな感じになってますんで、これを今から、はい、これからどういう風になるかっていうのを楽しみに見てもらえたらと思いますんで、お願いします。作業の方お願いします。はい、はい、今分解終わったんで一旦見てもらえますか。はい。ああ、もう全部ね、外した感じですね。はい。で、これから今から打ち替えってことで、はい、また作業の方お願いします。はい。はい、今 LED 打ち替え終わって、はい、もう取り付けしました。はい。今回のお客様は、スイッチ類すべてホワイトで、エアコンパネルの方ですね、インジケーター部分が青という設定にさせてもらいました。おお、はい、ここもやっぱね、白になって、そうですね、だいぶ見やすくなったかと思いますね。いいですね、なんかかっこいいですね。はい、すべてね。そうですね。おー、これね、なんで何ぼでしたっけ。あ、ですね、4型の後期までですと、はい、まあ、エアコンパネルのみ、28,000 円になりますね。はい。で、エアコンパネルとその他スイッチ類すべて合わせてですと、4型後期は 38,000 円なんですけれども、はい、今回、新型の方ですね、はい、こちらはちょっとスイッチ類増えた関係でちょっと、はい、2,000 円ほどアップさせてもらってます。まあ、全てやろうと思ったら4万円、ね、そうですね、4万円ジャストでさせてもらいます。これはあのカラーも一応あのお好みのカラーで選べる、はい、そうですね、感じですね。はい。まあ、でもね、これとかであればね、お待ちいただいてる間とかでも全然ね、はい、すぐ作業できますもんね。そうですね、はい、ですね。今度は今回はその6型でね、 LED 打ち替えしたと、はい、いうことですね。そうですね。またあのどんどんお問い合わせください。ありがとうございました。お待ちしております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。